皆さんこんにちは。今日紹介しますのはイーグルモスというメーカーさんから出しています、海外のメーカーですね、バトルスター・ギャラクティカの完成品の模型です。はい、いつもと違ってね、ちょっとちょっと黒バックで挑戦してみましたけど、うまく映るのかなというところで、まあなんか喋りにくいのでいつもの画面に戻させてください。台の上にちゃんと綺麗に乗らないと。よいしょ。はい、少々お待ちください。はい、ちょっとね、通常の画面に戻してみましたということで、黒バックもね、なかなかいいかなと思ったんですけども、今一つ、細かいところが映ってくんない、ね、かっこはいいけどねということで、これはイーグルモスさんの商品ですので、まあ台座側のスターシップコレクションと同じようなものがついています。まあ、投資番号とかはついてるのかな。あ、ちゃんとついてますね、投資番号みたいなものも。まあこの台座ね、ちゃんと固定できないんですよ。エンタープライズ号でしたらね、エラのところに引っ掛けるとかっていうのがあったんですけど、これはもうただ単にこの上にポロッと乗っけとくだけっていうものなもんですから、ちょっと傾けたりするとガラガラ落ちてしまう、あと材質的にはですね、ダイキャストなのかな、プラスチックなのかなっていう、なんか微妙な感じの、そこそこ重さはあるんですけども、なんかね、ちょっとプラスチックなんだろうな、プラスチックなのか薄い金属なのか、ちょっと何とも言えないような、で、出来の方はですね、完成品としてはまあこうやってね、写真とか動画で見る分にはね、そこそこかっこよく映るんですけども、近くで見ると、人の作ったドライブラシのプラモデルを買っちゃいましたって感じがして、どうにもね、この、海外的な汚しって感じですかね、結構ざっくりとした汚しが入っている、まあ、なんともだなっていう、いい感じに見えるような見えないような微妙な出来ですね。はい、ギャラクティカっていう文字も微妙な感じ、まあ、こういったね、フライトデッキなんかも抜けてるわけでもなく、抜けてない、全然抜けてないです。そして右舷デッキは、ギフトショップになってるかというと網が張ってるわけでもなく、ちょっと残念なところも多いですね、これはね、はい、でここはね、金網張っといてほしいところですよ。 これね、こっちのデッキは使えませんよっていうね。いや、まあ、ちょっと劇中の再現度が今一つっちゃ今一つなんですけども、まあ完成品としてはね、何点かなっていう微妙な感じですね。微妙、とっても微妙な感じです。かといってね、プラモデルでこれを再現しようかと思うとなかなかそうもいかないなって。これメビウスさんのプラモデルね、以前紹介したことがあると思いますけど、メビウスさんのプラモデルと比較しますと大きさ的にはこれぐらいの差がありますよってね。まあ、こうやって、ね、並べてもこのどっちがどれくらい大きいのかってなかなか分かりにくいと思うんですけども、よいしょ、どれくらいかな、ちょっと持ち上げてみましょうか。まあ、これぐらいの差がありますよって、ね、微妙ですけどね、ちょっとなんか引きで見ると何とも言えないな。まあ、プラモデルの方が随分とでっかく見えますわ。よいしょ。まあ、プロポーション的にはですね、どちらも似たり寄ったり、まあ、同じ CG のデータを使ってるんだと思うんですよ。本当にね、そっくりっていうか、もうまんま同じって感じがしますので、まあ、あとはイーグルモスさんの方がですね、こう細かいデティールが、足りない、情報量がちょっとプラモデルに比べると随分少なくなっちゃってます。特にこの、抜きの関係上のところですね、こういったところ一発で出してるんでしょうから、この予報がね、モールドが全くないと、この辺も全くモールドがない、ね、プラモデルだとこの辺がいろいろパーツの組み合わせがあるもんですから、そこそこモールドがね、しっかりついていてなかなかかっこよかったりするんですけどね。こんな風にこの優勝映りしにくいな、映るかな、この辺に裏の方とかもちゃんとモールドが入ったりとか、ね、こういったところ、よいしょ、ね、こういったところね、ちゃんとこの辺もちゃんとモールドがきっちり入ってたりするんですけども、イーグルモスさんの方はこの辺はつぶんと何にも入ってないと、ね、あとはフライトデッキなんかもプラモデルはさすがにね、上下分割して中にデカード貼るような指示がありますので、
そこそこ立体感のあるフライトデッキが再現できてるんですけども、イーグルモスさんの方はまあそこまで行ってないよねってね、抜きです、ね、抜きの関係上塞がっちゃって、うん、それっぽい穴になっちゃってるだけですね。でも飾っとく分にはね、どちらがいいかなっていうと、うん、これも、うん、頑張ればね、これもグレーで塗ってしまえば同じぐらいのものは作れるかなって気がするんですけども、私としてはね、どうしてもあの劇中がどうしてもあのガンメタに見えてしまったもんですから、そのようにもう心の中のイメージで塗ってしまって真っ黒系になってしまったんですけど、まあ、これもね、質感肉感で見るといろんなところのね、ガンメタも3、4種類ガンメタ3種類ぐらいかな、ガンメタもいろんな種類のガンメタ買ってきて、いろんなメーカーのいろんな種類のですね、あとは車用のやつとかも買ってきて、塗り分けて、肉眼だとそこそこいろんな色に見えるんですけども、こうやってあの動画にしてしまうとその塗り分けがね、あんまりうまいこと言ってないなって感じがします。ちょっと残念ですね、その辺はね、はい、まあ、どちらがいいのかなとね、お好みでなんちゅう、うん、やっぱりね、こう塗っ、こうやって並べてみるとやっぱりちゃんと色を塗ったこっちの方がいい感じがしないでもないかなと思うんですけども、グレーにやっぱり白でギャラクティカって入ってしまうと、やっぱりね、このね、なんだかな、やっぱり文字が映えないよ、それは映えないですね、グレーに白ですから。やっぱりあとはやっぱりこの黒ね、ガンメタッチからも黒いところに、ギャラクティカって入った方が全然かっこよく映ったりなんかします。こういったあのモードなんかもね、プラモデルの方がデカールと言いますか、こういった、シールドみたいなところは、うん、いい感じかななんてしますね、なんかね、まあ、あとはこの赤いラインとかね、入れたこともあるんですけども、なんか今一つ合わないなってところがあって、うん、取ってしまったんですけども、こういったあのグレーですとこの赤いラインが綺麗に映えますね、なんかね、どうもこの真っ黒に赤だとなんか違う感じがしちゃうっていうかね、なんかしっくりこないんで撮ってしまいました、はい、あとはですね、クリアパースとかそういったものは一切使ってないので、こういったあのノズル関係なんかは本当にこれも全部黒、手焼きし黒での塗装ですんで、ちょっとここも残念なところですね。プラモデルの方は全部ね、あの、透明パーツが入ってて、それっぽく綺麗な感じになる、まあ、これね、光の関係であんまり綺麗に見えないですけどね、すごくあの肉眼で見る分にはすごいとても綺麗で、はい、パーツ的には本当にあのプラモデルの方が、うん、数倍いい感じかなっていう、レイヤー感があるっていうか立体感があるというか、まあ、プラモデルの方がちょっと立体的に見えるかなっていう、そんな気もします、まあ、プロポーションに関しましてはほぼ一緒ですね、はい、そんなところでイーグルモスさんのギャラクティカ、まあ興味のある方はね、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか、ね、あとはもうスターシップコレクションのと同じあの台座ですけども、あんまりにもこの中に差し込むとかそういったものは全くないもんですから、うん、ちゃんと固定されていませんよね、ちゃんとあのただ乗っかってるだけですので、ちょっとあの、ちょっとでも言い出すとボロンと落っこちちゃうんで、ちょっとそういったところではスタンドとしてはちょっとどうかなっていうところはあります。ね、私もギャラクティカね、バトルスターギャラクシカっていうのはもう本当に好きな作品だったもんですから、うん、こうやって立体物があってね、これをテレビの前にポンと置きながら DVD を見たりなんかするのがすごくね、好きですね、なんかそういった楽しみ方ですよね。ちょっとお酒を用意して模型をポンと置いて、ちょっとおつまみと一緒に DVD なんかを鑑賞すると、まあ、当然私テレビは持ってないので、なんで鑑賞してるかというと、まあ、中国製のお安いプロジェクター安いやつ買ったもんですからね、それで随分長いこと使ってます、まあ、中国製だからね、よかもうあんまり品質は良くないのかなと思いつつも、うん、結構ね当たりだったみたいで3年ぐらい使ってますけど、壊れる様子もなくすごい綺麗に映ってますね。そっちの方はターンテーブルは本当にあっという間に壊れちゃいましたけど、プロジェクターの方はすこぶる調子がいいです。まあ、とはいったってね、1ヶ月に3、4回ですけどね、使うといっても、はい、そんな感じで、今日はバトルスターギャラクティカ、これですね、イーグルモスさんはあの
ディアゴスティーニ版よりもちょっとちっちゃめの、こういった説明書がついてきます。まあ、当然ね中は英語ですけども、なかなかいい感じでね。でもこういったあの写真を見た時にですね、いやガンメタに見えたんですよね。私もねガンメタに見えたんで同じようにこんな風にガンメタに塗ってみたんですけども、実際は、こう見えてもグレーというグレー、ね、どっちかっていうとね私自分で作ったプラモデルの方がこっちの方には似てるかなとは思うんですけども、こういった絵を見るとあグレーなんだなって感じはしますね。なんかねよいしょと、ねまあ、こういったあの、メビウスのプラモデルのパッケージにも使われてましたけども、パッケージっていうかね説明書にも使われてましたけども、こんなような感じで、なかなか面白いですね。このデザイナーがどんな風に苦労してこういったものを発想していったのかとか、コンセプトデザインはこんなんですよとか、そんなものが、読めて、なかなかねこれあの今あの iPhone とかでね翻訳機が翻訳っていうかもうかざすだけでなんて日本語で書いてあるのか分かるようになるようなものがあるので、すごくこの便利ですよね。なんかねでこれがあの、実際、ジャンプする時の、フライトデッキを収納した状態のギャラクティカ、よいしょ、拡大してもこんな風にしか見えないんですけど、これねすごい綺麗に、フライトデッキが収まってますけども、これはもう物理的に不可能と私が言い切りましょう言い切りましょう、ね、どう考えてもねこの長さのものどんだけ綺麗に折りたたんだとしてもこの中に収まるわけがない、収まらない、ね、これが両方こっちを突っ込めばこっちが飛び出るみたいなプラモデルでねこれで一回ね本当にあの稼働するように作ってみようと言って、なんかちょっといろいろと試行錯誤してもうなんか中身切ったはったでちょっと大変なことになっちゃってるんですけども、こっちを引っ込めればこっちが飛び出ちゃうようなものしかできなかったというね、両方きれいに縮めるとなると、もう本当に中にねクランク状の複雑回帰な関節みたいなものを入れればなんとかなるのかなっていうところなんですけども、本当にあの劇中みたいにギューッと縮んでいくっていうようなものはもう不可能だと思いますね。片方だけだったらできると思うんですけども、両方きれいに縮めるとなるとやはりこんだけのものはね、どう考えてもこの中に縮まんない、縮まんないと思いますねこれね。まあ本当に縮まるんだったらそういったトイプラモデルもそういったギミックを入れてると思いますね。はい、まあ、ちょっと縮んだ状態も作ってみたいなとは思うんですよね。あれもなかなかかっこよかったんですけど、後半ね、あの設定はどっかへ飛んでっちゃいましたまあそんな感じで、じゃあギャラクティカ、はい、イーグルモスさんの、置物というかね、これは 飾る専用ですか、遊ぶもんじゃない、おもちゃじゃないですね、飾りもんですね、可動部とかは一切潔く全くなしと、遊び心は全くなしです、ね、部屋にポンと飾っておいてお酒を飲むのに使いましょう。やっぱりプラモデルですとねそれでもいいかなって気はするんですけども、こういったもんだとねちょっとなんか光るかなんかしてほしいなって、なんかちょっとワンポイント欲しいなとは思うんですけども、まあしょうがないね、トイではないですからね。はい、そんなところで、イーグルモスという会社の、バトルスターギャラクティカを紹介してみました。はい、それではまた失礼します。